はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネルの99でーす。今回ですね、2020年2月のですね、ベストボードゲームをご紹介したいというふうに思います。で、先月のですね、1月から始めておるわけですけども、私がですね、プレイしたゲームですね、その1ヶ月間になったやつの中から、これは良かったなというものをですね、ピックアップしてですね、ご紹介したいというふうに思います。はい、というわけでですね、2020年2月のですね、ベストボードゲームをですね、ご紹介していきたいというわけでございますが、まあ2月にですね、プレイできてですね、まあ1月ほどですね、高スコアなゲームは残念ながらなかったんですけども、まあその中からですね、いいゲームというのをご紹介していこうと思います。で、まずはですね、2020年の2月ですね、私の中でですね、一番得点が高かったやつはこちらなんですね。ドーノマンカインドですね。私これですね 7.5 をつけておるわけですけども、こちらですね、ボードゲームギークの方でも出ておりますけども、ちょっと変わったゲームなんですね。まあ、この後もご紹介するんですけども、一応これワーカープレイスメントということになっているんですが、押し出し式なんですよね。途中のブログとかポッドキャストの方でも少し喋りましたけども、通常のワーカープレイスメントってこう配置する場所があって、まあ、そこに行ったら例えばリンゴがもらえるとか、ここに行ったらお魚がもらえるとか、ここに行ったら加工する機械がもらえるとかね、まあそういうのがあって組み合わせていって、じゃあこれとこれでご飯を作ってとか、じゃあこれで家を建ててみたいなことができるようになって、場所取りっていうのを先行するっていうところに要素が当たってるんですけども、これはちょっと違っていて樹形図みたいになってるんですね。まあそこが非常にユニークだったっていうゲームなんですね。で、これ TMG の方から出てまして、残念ながらデザイナーさん実はあまり知らなかったんですけども、マルコさんという方なんですけども、マルコさんの方のゲームのですね、ちょっとざっと見てみたら、この方はヒストリア作ってた方なんですね、2014年の方に。なので、確かにちょっと変わった、あれもね、すごく変わったシビライゼーションっぽいノリなんだけど、大きい三角形みたいなところをですね、だん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 こうパラメータ上げていくって、これ未経験の方はぜひやられた方がいいので、今でも確か日本語版も出たので、探してみるといいと思いますけども、非常に変わったタイプの歴史発展ゲームなんか作ったので、やっぱりこの方樹形図含めてちょっと一風変わったのを作るのが得意なんだなっていう方のね、感じはしますね。で、その肝心のドーノマンカインドなんですけど、こんな形になってるんですね。で、このこっち側の方ですね、こっちの方がスタートになっていて、ここのところに各プレイのワーカーがいるわけですけども、これをじゃあ手番になったらピッてこう置くわけですよね。で、置くとこうなったらリンゴがもらえるとかですね、このお魚がもらえるみたいな、まあ非常にわかりやすいね、置いたところのアイコンがもらえますよみたいなのあるんですけど、このワーカーじゃあ次どうなんねんっていうと、こっちの列行くんだよね。で、隣の列行くときに樹形図的につながってるやつがあるので、そこにしか行けませんということなんですね。で、行ったが最後、次も途中のつながってるとこしか行けませんと。こうなってるんですね。で、その次も行けませんになって、最後まで行くと死んじゃうんですね。寿命を迎えてしまうんですよね。なので、こう、どんどんどん奥の方へ奥の方へワーカープレイスメントのなんで、コマが移動する。だから急に奥はいけないわけですね、絶対に。上の方から狙っていって希望したなく、ゲーム的には基本的には左側のこのなんか明るい草原ね、若い頃の時代みたいなところで、まあ、リソースを手に入れていって、後ろの方になるとその組み合わせのコンビネーションによって支払ったら勝利点が得られるとか、まあ、最後になるとさらに大きい勝利点なのかとか、まあ、次の自分のワーカーのための何かのアクションをもらえるっていうことが、まあ、手に入るっていう、だんだん最後に、ね、特殊系になってくるわけですけども、まあ、こうしたことをだんだんやっていくと、こうなってるんですね。これ非常に面白い仕掛けですよね。いわゆる早起きのワーカープレイじゃないんですよね。いきなり置けないから。だから非常に有利なところがあっても、すぐにはいけないので、この樹形図をどうするか。例えば、一番上のこの魚いいなとか思っても、次は下段から2段目に行きたいなと思ったらいけないわけですよね。ここのところがですね、これ非常に面白い。これ割と小箱サイズの、ゲームになっていて、国内ではあんまり評判聞きませんけども、私のような、システムを、新しいシステムを体験するのは非常に好きだっていうですね、系統のギークのボードゲームプレイヤーには非常に受けがいいんじゃないかなというふうに思いますね。私は特にね、新しいメカニズム、今までのから違うのを発展してきたっていうのを知り、体験するっていうのは非常に私好きなわけですけども、その中でこれは新しい形なんじゃないかなと思って、ちょっと光を感じるところがありましたね。で、もう一つ面白いのが、あ、分かった分かった、じゃあ進んでいくんじゃんって思うんですけど、これ進めないんですね。はい、こちらですね、これね、なんとなく見てもらったら、ね、真ん中の変だと思うんですけども、この黒いワーカーがね、この真ん中の段に来てると思うんですけど、白いワーカーがね、なんか出てますよね。これどういうことかというと、ここがこのゲームの非常に面白いところでもあるんですけども、
一旦アクションしたワーカー動けなくなるんですね。完全ロックされてしまうっていうことがあって、どうにもならないんです、本人の意思では。で、同じところに入れる人は一人なんですね。これワーカープレイスでよくある話ですけども、一箇所誰か行ったらもう行けませんよってね、非常によくある話なんですけども、突き飛ばされるんですね、これね。これ突き飛ばされてます。つまり一箇所につき1名なんだけど、結局突き飛ばせるから何人でも入れるんですよね。で、じゃあ何をそのプレイヤーの心のブレーキにしてるかっていうと、突き飛ばされた駒が自由になるんですね、これ。だからこれ白が乗っていて黒がやってきたんですね。で、黒がやってきたおかげで白いプレイヤーはこの駒が自由に扱える状態に変わったんですね。で、こうなると次のこの樹形つながってる場所に対して白いワーカーの駒を移動させれると。こういう形なんですね。で、これまたよくできていて、自分で自分を押せないんですよ。自分の駒で自分の押せないんで、他人に押してもらうしかないと。ここがですね、非常に面白くできていて、で、じゃあどうしようもない時どうするんですかっていうと、パスしますと全員降りれるんですね。自分のアクションの駒を使ったやつが隣のところに全員降りてくると。これ損ですよね、パスだから。だから必ず誰かに突き飛ばしてほしいっていう心がまあすごい湧いてるわけですけども、人気のないところに行ってしまうと押してくれない。あるいは、だって原さん勝ってんじゃんとか言われるともう押してくれないですよね、どうせだったら。だって原さん勝ってるしねとか言うと。なので、ほどほどにみんなが行きたいところに、ほどほどに目立たないようにワーカーを置きたいっていう、まあゲーマー心くすぐる仕掛けになってるわけですよ、ここはね。いやー、これが非常に面白いんじゃないかなと思いましたね。もちろんさっきね、死んでしまうっていうね、一番最後に言ったら若死んじゃうんですけども、戻れませんから、なんか途中にちらっとこう、なんかね、この赤ちゃんっぽいものって書いてますけども、こういうとこを通過すると、新しいワーカーが生まれて、一番手前にまた置けると。こういうことなんですよね。で、ここ真ん中のとこはだいたい埋めるんですけど、埋めないルートもあるんですよね。ここ行ったらワーカー減るのか、みたいなこともあるので、ワーカーを行きたいルートはみんな行きたいよねみたいなことも考えつつ、まあプレイすると。もちろんリソースを貯めると、一番最後のマスに行ったらリソースを一定以上支払うことによって勝利ポイントを得られるってね、まあおなじみのやつもありますし、若干のね、これ今みんなどんな風なねリソースを持ってるかとか、まあこの変換プレートみたいなものもあるわけですけども、これあくまで彩りの世界になっていて、基本はこのワーカーを縦にこうつながってるやつを樹形図をうまくコントロールするっていうね、ここのところをプレイするのはこのドーンマンガイドのやつで、非常に面白いところじゃないかなと思いますね。まあいわゆるすごい何ですか、大型ゲームっていう感じではもちろんないんですけども、まあその中でも非常に面白くできてるんじゃないかな。これはアメリカの米国アマゾンあたりと割と簡単に流通しているし、TMG のちょっと小箱なんですよね。その大箱の、いわゆるテラフォーミングマスとかあの辺の片箱サイズじゃないので、送料もそんなにかかりませんので、まあ一回手に入れてみてもいいんじゃないかなと思う作品でした。面白いですよ。この強みで私やりましたけども、そんな大した余分なかったので、割とプレイしやすいかなと。で、まあこれご覧いただいてわかると思うんですけど、アクションスペースもね、これ毎回ランダムなんですよね。なんか変わるし、これ表と裏面もあるので、かなり結構バリエーションがあるんですよね。樹形図があるおかげで、場所が入れ替わるとゲームの流れが変わるっていうことになってるんで、これをうまく考えたなというふうに私的には思いましたね。これが2020年の2月のですね、まあ、ベストでしたね。で、もう一つのベストはですね、こちらですね、タイニータウンですね。いやー、よかったですね、タイニータウンの方もね。私の方で何回かやらせてもらいましたけども、7.5 点私の方つけてますけども、ケミルさんの方が確かもう日本語版は出されていると思いますけども、まあ同時引き私好きなんですよね。みんなでね、お題に従って取っていって自分のところを作るっていうのはまあ得意なわけなっていうか、まあ好きなわけなんですけども、まあそのタイプのゲームになってですね。で、このデザイナーのですね、ピーターさんなんですけども、ピーターさんがですね、私あんまり知らないなと思ったら、まあ主にこのタニタウンを出してる方なんですね。これ一番最初のこのテンプルオブナレッジっていうやつも一応あるんですけども、全然0000なんでリリースされなかったのかなという感じですが、実際のメジャーリリースはこのタイニータウンがデビューになっていて、2020年ですね、今年ですね、タイニータウンのフォーチューンっていうね、まあ、拡張が出る。これもかなり人気なようなので、この辺が楽しみですね。で、まあ、もう足りないね、ご存知の方もね、もう多いと思いますけども、タイニータウンそのもののところですね、こんな風になっていて、これ手前が自分のところですね。で、自分のところに面白いのは、共通のところから資源を取ってくるんですね。資源を取ってくるっていうと、資源が一定の形ですね。例えばこっちの方がいいかな。よいしょ。資源が一定の形に並んだら、そのラウンド、そのゲームですね。そのゲームごとに変わる、こういう形の配置にしたら、そこに家を建てていいよ、ポコリっていうね、家が建つということを繰り返す。だから、一旦資源を手元にたくさん配置する、消えたら家になる、
消えたら家になる。ただし家が1箇所は占領するので、だん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 置けることの数そのものは減ってくると、まあ、こういうことを繰り返すゲームですね。で、真ん中の家の形そのものは全員共通なんだけど、ゲームの開始ごとに自分だけみたいなね、秘密の目的のやつの立て方も一つはみんな持ってますよと、まあ、これを狙ってもいいですよ、まあ、こういう形になってるんですね。で、こいつがまあよくできているなというふうに感じるのは、これさっきも言いました通り、何らかが出てきたやつをみんなが模倣するっていうのが私いいなということをね言ったわけですけども、これは確かにそうはそうなんですけども、人間が決めてるんですよね。手番が回ってきたプレイヤーがここになんかリソースいっぱい積み込んでますけど、じゃあ黄色にしますって言うとみんな黄色を取るんですよね。いや僕は青にしますって、次みんな青を取るんですね。手番に来たプレイヤーが取りたいなというのを決めたらみんなそれが来ちゃうんですよね。これ今青いらないんだけどみたいなことになって、しかも変なとこ置くともうのけられませんからね。だん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 置く場所減る一方ですから、ここのところのバランスを、いやこれね他人のを見てるとね、うまく積んでるように見えるんだこれがっていうね、感じのところが良くてですね、2019年の私英語版もさせてもらったこと、プレイさせてもらったことあるんですけども、いやこの日本語版もやらせてもらって もちろんね、この日本語版の方がね、あの各プレイのねとこでもらえるカードの下の効果とかも当然当たり前ですけど読みやすいので、分かりやすくていいなと思うわけですけども、いや日本語版になって入手しやすくなってですね、いやこれはやっぱりタイニータウン面白いなと思いましたね。このやっぱり同時選択していってみんながやるっていうのはもちろんいいんだけど、往々にしてその同時選択の同時部分のところはみんなランダムなんですね。タイルから引きました、じゃあ今回はじゃあこういう形でしたら、その形をみんな書くっていう、そこがだいたいランダムなことが多いんですけども、これは人間が決めてるんですね。手番のプレイヤーが決めてると、僕と彼女はだいたい同じ立ててるのは、ははここ、この建物建てたいでしょ、はい、わかる、そうでしょ、だから僕黄色取りますよでしょ、じゃあ私赤ねでしょみたいな、こうつながる瞬間もあるし、ハロさんあと青欲しいでしょでしょ、じゃあ茶色とかね、やめろみたいな、ここの人間が駒を選べるっていうところが面白いんですね。タイダウンよくできてるというふうに思いましたね。私の非常に好きな作品でしたね、まあ、これも入手しやすくなってありがたいんじゃないかな。ね、で2月のですね、まあ、ベストゲームの3個目ですね、まあ、これも全部私 7.5 ですね、今回3つ用意したわけですけども、これあんまり出てこないんですね。これが塚名諸島の小道っていうですね、多分役がついてて、バネストさんその他でいくつか国内の方には出回ってる、まあ、輸入版が出回ってると思うんですけども、これ 7.5 つけましたけども、いやこれもいいんですね。これ作者の方はですね、エリフさんっていうのとクリスティアンさんのお二人なんですけど、大体一緒に共作で出されているようなんですけども、まあ、サンタマリアとかね出された方だとかね、これもこれ紙ペンゲームなんですけども、アベニューとかドゥドゥルシティとか出された方とか、最近だったらオフショア出した方ですよとか言うとね、あの人かって思われる方いらっしゃると思うんですけども、このお二人組なんですね。ほぼほぼ同じ作品を一緒に出してる方なんですけども、ただクリスティアンさんはオートマニアとかねエスケープもちょっと絡んでますね、まあ、この辺りの方なんですが、いやこれいいわけですよ。さっきタイニータウンを紹介したすぐ後で言うのもなんですけど、これも一斉公開型なんですね。いや春樹事業、まあ、自分の好きなもん選んでんだろうと言われそうですけど、いやもちろん自分の好きなものを選んでるわけなんですが、これもね一斉公開型なんですね。まあ、こんな風になります。これですね、紙ペンゲームなんですけども、こんな風な島が書かれたですね、紙くれてるんですね。これ表面と裏面があって、ショートゲームとロングゲームっていうのもあるわけなんですけども、ここのところに山だ、まあ海かな、海か川か、草原だ、砂漠だっていう、こうアイコンがいっぱいありますよね。アイコンがいっぱいあって、ここを塗っていくんですね。ここちょっと塗ってますよね。これ、ピッてこう塗ってますよね。だから次が、この砂漠っていうのが、これカードをペロペロっとめくっていくんですけど、山札から。そうするとみんなの共通で、はい、砂漠ですよって言ったら、全員、どっかから砂漠に向かって線引くんですね。ピュッてこうね、ピュッてこう。線を引いて、じゃあ次海ですよって言ったら、どっかから海へ向かって線を引く、ピュッてこう線を引くって、こういうのを繰り返してください。で、面白いのがなんかお手書きで A だの B だの C だの E だのってこう書いてるんですが、周りで、これが全員スタートプレイヤーから一個ずつずらして書くようになってるんですね。だから B が私これ砂漠にありますけど、手前のプレイヤーは B はこの山にあって、その前のプレイヤーは B がこの森にあってって、ちょっとずれてるんですね。これなぜかというと、同じアルファベットのとこに繋いだらボーナスが入ったりするんですね。ここにあれ、絡んでますよね。A から A なら20点、C から C なら18点とこうなってるんですけど、どのルートを繋ぐかがみんなちょっとずつずれてるんですね。かつ、
ここのとこなんかアイコンいっぱい書いてますよね。このドラゴンっぽいものとか、ブックっぽいものとか、鳥っぽいものとか、これとこれをつないでも点が入るんですね。しかもこれうまいことできていて、ここなんか書いてますよね。アイコンを同じやつをつなぐことができたら、もう一本線ボーナスつけるんですね。フリーアクションで。これが熱いんですよね。あ、やった、このニャンコとニャンコつながったわって、これでこのドラゴン引けるわ、ビュッみたいなことがあって、みんな共通のを引いていくんだけど、同じようにできないのは、この ABCDE がガタ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 って変わってるんですね。変わっているので、同じようにつなげられないということがあって、そこを考えながら、大きいボーナスはつなげたい。A から A、B から B、C から D、D から D をつなげたい。もちろん、この同じアイコン同士もつなげたいっていうのをやっていくと。こんな風に。これ短い方のショートゲームなんですけどね。こう、ガチャガチャガチャって。ああ、ここで E があと、もう一本引ければ、とかで終わってますよね。こう、うまいこと言って、あ、これつながってね。これがつながったら、こっからこっち行けるのに、とかありますよね。こういういろいろあったりして、こういうあの練習でいろいろ書いてるんで、この辺ごちゃごちゃしてますけど、こういうことを何度かして繰り返していって、最終計算すると。で、もちろん、このそれぞれの A、B、C、D なんていうの、一番早くつないだ人には追加ボーナスがありますよ、みたいなカードもあるので、このみんなが一斉にめくって、来た、砂漠待ってた、違う、俺はもう砂漠はいらないんだ、だから一喜一憂しながら線を引くと。これね、最高なんですね。まあ、私のね、この同じ目的に対して一斉にやるっていうのは大好きなアプリなのは、もうこのザ・ゲーム・ギャラリーのもうブログ、ポッドキャスト、YouTube 通じてずーっと言ってますけども、一個前のターニータウンでも喋ったばっかりですけども、こいつもいい。こっちの方が、国内であまり知られてないと思うので、今力強く喋ってますけども、タイニータウンも随分メジャーになったと思いますけど、あれもいいゲームですよ、もちろんね。いいゲームでもちろん問題ないんですけども、いやー、このつかな諸島もね、半端ないです。これも面白いです。こんなね、カードがあるんで、これね、こっち山札からペロッとめくっては、みんなそこへ引く、ペロッとめくってはそこへ線引くっていうのを繰り返していくだけなんで、これ山札がつけたら前半ラウンド終了で、じゃあもう一回やりましょうとかね、繰り返していく、ラウンドでこれを何回か繰り返すだけのゲームなんですが、いやー、できてる。このマップのいろんなマップバージョンとか本当に出たらいくらでも買うわっていうぐらいよくできてる。ソロプレイでもなんで取れるかっていうのを繰り返してもいいので、このつかな諸島の小道はかなり最近結構出てますけどね。このカンペーンゲームの中でもこの共通のお題に対して線を引くっていうのは出てますけども、その中でも相当紙ペンゲームのジャンルの方では上位な。さっきのタイニータウンはカンペーンじゃないんですよね。共通の一斉公開型ではありますけど、しかも一斉公開から人間が選ぶっていうところがありますけども、ちょっと違うんですよね。なんで、いわゆる紙ペンゲームタイプの中では、つかなショットかなりいいですよね。あの、手に入るときに、あんまり国内で数そのもの入ってないようなので、手に入るときに1個持つと、これはかなり長く遊べるんじゃないかなというふうに思いますね。2月のですね、7.5 点以上つけた作品って、実はこの3つなんですね。この3つが私のおすすめになっておりました。で、一応ですね、時点としましてはですね、こちらですね、エヴァーデルですね。エヴァーデル私 7.0 をつけたんですけども、まあ、エヴァーデールがですね、辞典という形になっておりたね。エヴァーデールやっぱよくできていると思うんですね。自分のところのリソースを消費していって、手元のカードを出していくと。カードを出していくことによって、まあ、特定のアクションがどん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 増えていくと。ただし、ワーカープレイスメントなんだけど、ワーカーが最初ね、もう本当に、こんな数で大丈夫かぐらいしかないというところがですね、非常にミソになっているっていうゲームでありましたね。ちなみにこのデザイナージェームさんですけども、この方もやっぱりね、新進気鋭の方なんですよね。やっぱり、いや、新しい時代来てるなというふうにね、思うわけですけども、これ今、私こんなふうに喋ってるのは、別の動画の方で、ドイツ年間ゲーム大賞のやつをですね、もう40年分ぐらいバーっと調べてるので、まあ、その中で、いや、こんなデザイナーさんいたんだなとかね、思いながら喋ってるわけではあるんですが、新生の方やっぱ出てきてますよね。ほぼほぼエヴァーデールなんです、この方ね。エヴァーデール、エヴァーデールのエヴァーデールの細かい拡張。エヴァーデール、パールボックですね。ちなみにこの拡張の、このカエルの拡張なんかいろいろ方されてますけど、これ人気ですね。この拡張ね、割といいって聞きますね。カエルのデザインも可愛いですね。このあたりも日本語版出てほしいなというふうに思うわけですが、いろいろ細かい拡張出てるんですよね。これどれがどうなってるかってなかなか日本の方だとまだ情報がないですけど、どれもアートワークいいんですよね。これね、いい感じになっているんですが、このエヴァーデールが時点の私は 7.0 っていうふうにつけてますね。こんな感じですね。真ん中の方に共通のカードがあって、手前のところに自分のを出していくということになってるんですけど、要は手札の方からカードをプレイするっていうと引きの要素があるんですけど、真ん中のところに共通のカードっていうのがあるので、ここも手札の一部として使っていいというところがまず一つミソになっているのと、リソースもたくさんあるように見えながら、建物を建てるために必要なリソースとか人物を置くために必要なリソースっていうのは、まあ、2個2個ぐらいに分かれているので、非常にまあ見通しがいいっていうことになっているので、まあ
英語版でね、昔プレイされた方からするとガチで読まないといけない、大変だからとか聞いたんですけど、まあ日本語版がやっぱかなりプレイしやすくなったんじゃないかなというふうに思って、割と高評価でしたね。じゃあなんで 7.0 かっていうと、ちょっとやっぱプレイミスしやすいんですね。私5、6回やったのかな、5、6回やったんですけども、やっぱちょいちょいミスしていて、あ、しまった、これ1回しか使えないやつだったとか、これ建物やなんかでも特殊な建物、特殊な動物とかあるんですけど、しまった、特殊な動物にしか使えないんだったとか結構あるんですよね。しかも巻き戻ししにくいゲームなので、これもうもっぱらプレイヤーの方が悪いわけなんですが、割とプレイミスが多いゲームかなという感じはややしていて、まあ慣れかもしれませんけども、ちょっと点数下げましたね、そこはね。ここはもうしょうがないのかもしれませんけども、まあ、思い返してみると、テラフォーミングマウスも最初の方はいろんなミスしながらみんなプレイして、プレイヤーの数だけテラフォーミングマウスがあるって言ってたぐらい、間違いやすいゲームではあるんですけども、これもやっぱりいろいろ細かいところでは、しかも自分のは僕わかるんですけど、他人が間違えてるかどうかでも全然ノーチェック、ものすごい手前にカードがね、ブワー並びますから、そこのところは厳しいかなと思うことが一つと、これ仕方がないことなんですけど、コンボが結構あるゲームなんですね。セブンワンダーから、まあよくある話で、A のカードを出してたら B のカードはタダでプレイできますよみたいなコンボがあるゲームになっているがゆえに、同じカードが何枚もあるんですよね。要は1枚逃しても次は出てくるやってことになっていて、同じカードが X 枚あるので思ったよりカード覚えちゃうんですよね。ああまたこれかっていう感じになって、テラフォーミングマウスとまあよく比較されるゲームでありますが、あれはほぼユニークなんですね。みんなね、カードは基本ユニークなので、カードのボリュームの割に覚えないんです、なかなかね。もちろん覚えてきますけども、こっちは圧倒的に少ないんですね。3枚とか平気であったりするので、結局総枚数よりもずっと種類数が少ないっていうことがあって、これはコンボのためにしょうがないんですけども、ここのところでちょいと損してるなという気もしましたね。なので逆に言うと拡張セットが欲しいですよね。まあプレイのミスしやすいところもしょうがなくってですね、いろんなブログサイトなんかでもサポート記事が上がっているので、それを見ていくしかないと思いますが、プレイラーをなくした後はさっき言った拡張セットがもうちょっとあって、カードの種類が私の体感的には今の2倍ぐらいはあった方が面白いかなという感じが今のところしているゲームではありますね。はい、ということでですね、私のですね2020年2月のですね、まあ、ベストボードゲームをご紹介いたしました。2月はね、なかなかね8点台がなかなか出ることがなくてですね、7.5 点がですね続いたもんでありますけども、7.5 点のドームマインカインドですね、非常にワーカーの特殊な動きをするゲームですけども、これが一つと、タイニータウンですね、プレイヤーの方がリソースを何を取るか選びましょうというタイプのゲームと、つかなのでね、つかな諸島の小道ですね、これがまたね、完璧ゲームでいいんだこれがねっていうのね、この3点が 7.5 になってまして、時点がエバーデール 7.0 という形になりました。まあ3月ね、大物のねゲームも出ますし、ただ昨今のこんな情勢ですからね、どのゲームが来るか来ないかちょっとまだ分かりませんけども、またプレイできたらですね、ご紹介したいというふうに思います。はい、ということで今回ですね、2020年2月のですね、私春99がプレイできたゲームの中から選択しましたベストボードゲームをご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。